マラティアの聖鋭、ポリュクトゥスは、古代ローマ時代、アルメニアで致命したキリスト教の聖人。聖教会、カトリック教会で崇敬される。ポリュクトとも、コルネイユがこの聖人に着想を得て、悲劇を書き、グノーはオペラを作曲し、デュカスは序曲を作曲している。キリスト教の伝承によれば、富裕層に属するローマ帝国軍の士官であり、ウアレリアヌスミカドチカ。 アルメニアのマラティアで致命したと伝えられている。シメオンメタフラストによれば、友人の聖ネアルクスの情熱に動かされて公然と、キリスト教徒になったという。情熱に燃え、聖、ポリュクトゥスは、広場に行き、偶像礼拝を命じる直礼を破り捨てた。そして偶像を地面に叩きつけて、粉々にし踏みにいじった。彼は、妻と、子供たちと、 ギフ・義父フェリクスの涙と静止を無視し、権力によって弾圧を受け、斬首された。彼は、マラティアに葬られ、彼のためには、教会が建てられた。キリスト教の伝承は、ダイエウシミオスの両親が、息子のためにマラティアの聖ポリュクトゥス聖堂で祈ったと、伝えている。524年から527年にかけて、ポリュクトゥスに捧げられた、大きな聖堂が、 アニキアユリアナーによってコンスタンティノポリスに建てられた。1960年代の発掘調査でユスティニアヌス一世の即位時にはこの教会がコンスタンティノポリスで最大のものであり、オリエントの多くの装飾と同様、金メッキされた孔雀のレリーフといった莫大な富を示す派手な装飾によって特徴付けられる教会であったことが明らかになった。 カトリック教会では2月13日が記念日である。聖教会では1月9日が記憶日である。古いアルメニアの暦では1月7日が記念日であった。ポリュクトゥスは聖約と協定の守護聖人である。ありがとうございます。